イライラせずに、うん、深呼吸して安全運転をお願いします。はい、はい、ツイキャスもつながりました。うん、やっと。あ、ツイキャスの皆さん、はい、すいません、遅れました。コインちょうだい。はい、はい、コインちょうだい。ね、今日もビアガーデン B サイドからお届けしてますけど、はい、本当に東シナ海、北谷町、うん、もう見下ろすような形でね、うん、非常にいい景色の中でお届けしてます。今日もいい感じ。近くの方はもうビアガーデン応募してますんで、うん、ぜひ B サイド来てうまいビールを ね飲んでください。夏限定なんでね、ここオープンしてるのも、うん、まあ、8月といえば、はい、今日から沖縄観光月間という形でね、うんうん、いろんなところで催事があったみたいなんですけど、まあ、沖縄観光立県なんで、はい、本当にね、ここのところずっとずっと天気良かったんですけど、はい、ところが、ね、うんうん、台風5号やら何号やらでもね、5号はどうなってんだろうね、あれね。いやいや、もうなんか週末には近づいてくるような。あ、そうなんですか。うん、まあ迷走してたけど、うんうんうん、ちょっと動き出したような感じなんで、うん、週末はねぜひ気をつけて。だって台風遠くにあるはずなんだけど、この風はね、うん、台風の影響っぽいこう湿った風で、そうですね、うん、週末はちょっと心配なんですけど、うんうん、そうなんだ、来るのか、うん、まあ今までね、もう何号か来てるけど、うん、本当直撃っていうのもないですからね。去年も少なかったし、うんうんうん、ただ忘れた頃にね油断するとまた、うん、被害起きますんで、はい、これからが本当の台風シーズンになると思うんで、うん、皆さんね気をつけて、まあ、天気予報というか台風情報にはね、うん、気をつけていただきたいなと思います。はい、で今日はなんと地元のね、そうですね、地元密着型、中村薬局さんから、うん、何でも相談できるこの宜野湾市の薬局、ね、はいはい、の今日はオーナーの、中村正宗さん、正宗さん、はい、がお越しいただいてますんで、なんかまあ、ダイエットにね、そうなんですよ、いろいろ詳しいっていうか、ね、らしいんで、うん、まあ、まさにこの夏真っ盛りのね、これからのシーズン、はい、まあ、女性方は特にダイエット気にされてる方多いと思うんで、そうですね、もう今日ね聞きたいことたくさんあります。リキさんもでしょ。そうでしょ。いや、チーカーはガリガリだからまだいいけどさ、ね、下っ腹が出てきてるから、僕はもう切実にちょっと今日は今日はね、もう質問攻めになるだろうね。今までのダイエット失敗談も踏まえて、うん、これからね、少しでも、はい、まあ、ダウンしていけるようにね、うんうんうん、いいアドバイスでももらえたらなと、ね、楽しみです思ってますんで、はい、今お聞きの皆さんも何か質問とかありましたら、ダイエットの専門の方がね、うん、いろいろ答えてくれると思うんで、はい、まあ、質問なり、してください。はい、それでは参りましょうか。はい、コインくれてる、ありがとうございます。ありがとうございます。ハリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。FM ギナワン、レッツ深呼吸。この放送はワインバーセントマリノ、プレミアムウォータービアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。
ツイキャスの皆さん、こんにちは。はい、はいはいはい、いやもうやっぱり徐々に列進呼吸も、はい、知名度を上げてきたということで。あ、お母さん、お母さんこんにちは。はい、ちょっと